こんにちは谷口太郎です、えー、本日は、えー、ちょっと好きなことを語る動画を作ろうと思います。で、久しぶりに、えー、撮るのと、えー、新しく買ったパソコンで初めて動画を作ろうと思います。で、えっと、今まで使ってたウェブカメラがあのなぜか使えなくてですね、だからあのパソコンに最初からついてるカメラで撮ってます。なので、今までとちょっと映りが違って、 と思うんですけど新しいパソコンがかなり性能がいい iMac Pro なのであのカメラも性能がいいみたいでもしかしたら今までより映りいいかもしれないっていう感じですねただちょっとレンズの場所が違うので映りが何ていうんですかねいつもと違いますであと音がちゃんと取れてるのかよくわかんないってとこですねまあマイクもあのいい音いいマイクだと思うのであのちゃんと取れてるとは思うんですけどちょっとわかんないってとこですねで えー、で語りたいのが、えー、プログラミングの難しさについて語ろうと思います。で、あのー、今結構ノープランであのー、言いたいこといっぱいあってだからあの言いたいことはあるんですけどただちょっとこううまくまとめられるかわかんないですけど、まあ、あのいつも通りあり適当に喋ってあの編集でごま,かすご,、まあ、ごまかせないと思うんですけど。あのー まあ、あの適当に喋る動画になります。なので、まあ、好きな人だけ聞いてもらえればと思うんですけど、言、まあ、うこととしては、あの今、プログラマーを目指しているというか、プログラミングに興味があるとか、プログラムを勉強してて、そういう仕事をしたいっていう人は参考になるんじゃないかなと思いますあの。これからですね、これから仕事に就く人とかには参考になるかなと思います。あと、学生であの就職目指しているとか、 プログラミングの勉強が難しく感じている、まあ、勉強っていうかプログラミングに対して何か違和感を感じている人に,人には参考になるかなと思いますあの参考にならない人も多いかもしれないですけど一人でも参考になればいいなと思いますで語るのが、えっと、プログラミングっていうのはあの簡単だと世間では言われていて小学校から勉強したりとかあのなんかちょっとバカにされてるところがありますけど あの実際簡単なんですけどただ難しいです非常に難しいと思います私はであのプログラミングが簡単だけど難しい理由について語ろうと思いますであのこれについてちょっとあのはまあ分かってる人は分かってると思うんですけど分かってない人もいる多分いると思うので分かってないっていうか気づいてない人もいると思うので,、まあ、あので気づいてなくてなんかなんで簡単って言われてんのに難しい だろうなっていう人にはあそういうことがってなるかもしれないしまあそういうふうになってほしいっていうかあのなる人がいたら嬉しいなってところですね、えー、では、えー、プログラミングがなぜ簡単なのに難しいかっていう話をしようと思いますであのちょっと最初例え話でいくんですけど、まあ、例え話でもほとんど答え言っちゃう感じになるんですけどあの英語ですね英語の勉強であのー、まあ私30代でだから昔の話になるんですけど あの英語というのは英語っていう授業と英会話っていう授業がまあ私,私が中学生ぐらいの時はそういうふうに分かれてました今もそうだと思うんですけど、まあ、今はあの合体してるのかもしれないですけどあの基本的に英語もし勉強するとしたら、まあ、まず単語と文法ですねそれは英語だと思うんですよ言語の勉強です、ね、英語の勉強で英会話とはまあ違うと思うんですよね で英会話は、まあ、英語を使って会話する勉強だと思うんですけど、まあ、なのでまあ私が学生の時はなんかこう外国の先生が実際にこう教室に来てちょっと喋ゃべ、あのー、みんなで話すみたいなのとかまあそういうのがありましたねであのただそれちょっと珍しい授業で、まあ、基本英語は単語と文法をなんか習う授業だと思うんですけど まあそれで、えーまあ、それがあの今の例えで伝ったか、英会話は英語を使って会話するなので、基本、会話なんですよ。会話ってことは、あの大事なのは、何、えー、ていうんですかね、文化というか、まあ、マ,ナーマナーっていうのも変ですけど、あの例えば、敬語、日本なら敬語だし、まあ、あの外国にも敬語があるのかもしれない、それ分かんないわけじゃないですか。 そういうい分からない人と話す上で最低限マナーなんか最初の挨拶の仕方ハローとかそういうのをまあ習う会話において結構大事なのはあのこれはあの暗黙のというかあんまり言わないですけどでも多分世間的に社会的には結構大事なポイントだと思うんですけどまあ政治とかあの宗教の話には気をつけろみたいなそういうのがあると思います会話っていう意味では。 あと地雷,地雷っていう言い方も変ですけどこれには触れちゃいけないタブーというか、あのー、使ってはいけない用語とか、あのー、なんかまあそれは人によったりとか国によったりとかあると思うんですけど文化的なもので、まあ、宗教的なものもあると思うんですよなんかこれはあ,のあんまりバカにしちゃいけないとかなんか <laughs> あ,のあると思うんですよ、ね、で全然関係ない、あのーまあ、例えば神様が 一人しかいない絶対な国がもういっぱいあってでも日本ではなんかトイレの神様とか <laughs> 全然こう話がこう通じないみたいなところもまああると思いますでこれがまあちょっと例えで話してきたんですけどで、えー、まあもう大体分かったと思うんですけどプログラミングっていうのはあの簡単だと言われているのは言語の勉強なんですよね C 言語とかそれは確かに簡単なんですよ学校で 習う詩言語ととか簡単だと思いま,すまあ簡単じゃないかもしれないですけどあのー、まあ,あの世,間世間的にっていうか多分簡単だって言ってる人は言語の勉強が簡単だっていう意味で簡単だと言っています。で実際はあの実際の仕事では、えー、言語ではなくてそれを使うんですよね。使って何かを作るみたいな。でその作る時に 文化とかかが必要ななんですよなぜかあの <laughs> これはあのー、文化というか文明というか、あのー、その使ってるなんかプロジェクトというかあのセクスの世界というか <laughs> そこのそこに依存するんですけどだからなんか宗教のようなものがあの存在するというかでそこを、あのー、勉強しなければならないっていうのがあります。 だからあのあんまり宗教のない国で国っていうのも変ですけど会社とか <laughs> で働いてる分にはもうハッピーなんですけどもしそういう宗教の存在するようなあの会社とかだとあのそういうのをよく分かっていないとあの結構痛い目に遭うみたいなところがあります。でこれを本当にあの伝えておきたいというかあの仕事あと難しく感じてる人たちに伝えたいんですけどあの、ね、言語確かに簡単なんですよ。学校で習っ ったたは簡単だったのになぁみたいな <laughs> のあると思うんですけど、あのー、実際まあ作るっていうところであの使うになるので言語ではないんですよね結局考えるところは違うというか仕様を読み取るとかそういうところになってくるっていうところですだ全然あのプログラミングっていう仕事はあのプログラミングではないというかあの学校で習うプログラミングは言語の,あの授業で。 で、実際の仕事では言語は使わない、使わないじゃないなその、それを使って違うことをするんですよ。会話をするというか。だから、あの、習ってないんですよね。<laughs> で、あの、習わなきゃいけない。気をつけなきゃいけないのは、とにかくそういう宗教的な部分。そういうところを、あの、早く、あの、意識してやらないといけないと。多分、意識しないでやってる人が多い。で、もし、宗教的なものが存在すると、 あの大変だとということですただ宗教的なものは存在しなくて文明なんですよ文化の違いというかあのー、進んでいるか遅れているかみたいなところがあってで、まあ、私がまあ本当に持論が入るんですけど、えー、まあ私が思うにあのオブジェクト思考を使ってるかどうかっていうのも結構でかいかな壁があるかなと思いますだからあのオブジェクト思考をあの取り入れているような あのところと取り入れてないところでは大きな壁があるかなと思います。で、それは見分けるのにもし就職、これから就職しようっていう人だったら、まあ、C++ 使ってるかどうかとかあの C 言語なのか C++ なのかとかでも大きく違うと思います。えー、なのでまあそういうところ確認したらいいんじゃないかなと思います。あとまあ、うん、まあそんなところですね。<laughs> UML とか。 使ってるかどうか。まあ多分使ってるとかあんまりないんじゃないですかね。普及してなさそうなんで、でそこがもう日本終わってんじゃねえのかなって思うんですけど、まあどうでもいいんですけど。あとまあアジャイル的ななんか、あのね、ウォーターフォールとかアジャイルとかなんかありますけど、ウォーターフォールとか言ってるところはもうちょっとあのやめた方がいいと思います。<laughs> やばいっていう。あの現実的に不可能なことをやろうとしてるので、実際だから、現実的にできてないのに、できてるって言ってるっていうことだという。 だから全点モーラーとかねなんかあのテスト私はテストのなんとか技術者というあの資格も持ってますけど何 <laughs>、えー、だったかな,なんか結構それで勉強して、あのー、面白いなって思ったのが、まあ、前転モーラというのは不可能だという話が、まあ、ちょっとそういう教科書に載っていて、えー、だから効率の良い方法を取らないといけないとその全部できないんだから なるべく効率的なことをしないといけないっていうまあそういう考え方がまあ結構大事みたいなところまあ何を語ってるんだって感じまあ好きなこと言ってるだけなんででまあえー、これ聞いた人まあちょっと参考になる人いたらいいなってことで話してるんですけど、まあ、気づいた人いたらいいなってところで話してますまあ言われてみればそうかもねっていう感じかもしれないですね、まあ、あとあの全然関係ないですけど まあ、プログラミングとはみたいなちょっとことをちょっと語りたいなと思ってまして今語るんですけど、まあ、私が思うプログラミング、まあ、品質の良いプログラミングっていうのはあの可、ー、読性ですね可読性が最も良いだからまああのー、結局モジュール分割なんですよね <laughs> あのモジュール分割が正しくできていれば可読性は非常に良くなると私は思っているというかあのー、とにかく 異なるる機能のもののもが混ざっているってていいうのは、まあ、読みづらいそれはそうななんんだって話なんですよ、ね、その車とかで考えるとあのタイヤタイヤならまあゴムの部分があってホイールがあるみたいな <laughs> あれ全部ゴムだったらねあ全部ゴムっていうかなんていうんですかねこう部品の部品が合体していって最終的に1個のものになるっていうふうに考えると1個1個はシンプルな作りじゃないといけないわけですね。 でまあ、それが結構大事だとそれがプログラムでも当てはまるというところで、えー、まあ,あの適切に分割されているとであのその時にでそういうふうな考え方でいくとプログラミングとは何かっていうので私はこう思ってるっていうのがありましてプログラミングとはあの構造体を作ることですね。あのでこれあ,のあんまり意識してない人 もうう結構いるいるっていうかあの本当に習い始めた勉強し始めた人は、まあ、そこまで至ってないと思うんですけどあのもう作るのがやったというかあの、まあ、それは今私は入門者みたいな人に向けて話してるの話してるわけじゃないですけどあの入門者はそうだろうなって思ってちょっと今そういうふうに言ったんですけどなので今から勉強してやろうっていう人はちょっと,あのちょっと心の片隅に。 思っててほしいんですけど、私あの、こんなこと言ってる人がいたなって思ってほしいんですけどあの、構造体が非常に大事だということですね。構造体を作れたら、もうほとんどプログラミングができたということですね。で、構造体にしなきゃいけないのは何かというと、ステータスというか、あの状態ですね。状態を持つもの、まあ、状態を持つ変数、まあ、基本的にプログラミングしたら、スタティックな変数になるもの、それを構造体にする。それが非常に大事だと私は思います。 で代表的な構造体を作ってその構造体の状態を変える関数を用意するそれがまあ,あのもし C 言語を勉強してるなら、えー、そういうふうにあのちょっと意識するとあのモジュール分割が自然とできるっていうふうに私は思いますでこれ結構あの自然といろんなあの仕事を通して、まあ、学校で習えたら非常にいい学校だと思うんですけどそういうのは。 あのもし習えるならいいあのやり方まで要は英会話まで教えてくれてる学校だということになるので、まあ、非常にいいと思うんですけど、えーまあ、もしあの言語だけ習っててそういうなんかあのー、ね <laughs> 実務経験でこれから気づいていくようなところが今早い段階でそういうやり方に気づくと非常にいいんじゃないかなと思います。 でそれが自然とできるのが C++ っていうやつでク、まあ、クララススのの設計クラスを作らないと、あのー、できないいいとできっていうのがありますねだから非常に、あのー、いい言語なんですけどただそういう意識づけがないっていうか構造そもそもそういう構造体を作るっていう意識がない人に C++ 使わせてもまずそういううまく作れないと思うのでだから、えー、あくまで、えー、状態を構造体にしてそれを変える 関数を作るそういうなんか感覚でいけば C++ のクラスもしっくりあの作れると簡単に作れると思います、まあ、そんな感じですね、まあ、なのであの私的には、えーまあ、大事なのはあの、まあ、構造体なんですけどあの C 言語で私は一番大事なのは構造体だと思いますあのこれから勉強する人に言いたいんですけどあのポインタとかあの配列とか習うと思うんですけど私の中でポインタと配列はあの使わなくていいと思います <laughs> 極端なこと言いますと、あの、あんまり使わないのがベストだと思います。で、配列は、あの、あんまり気づかれてないかもしれないですけど、あれはポインターの一種だと私は思います。あの、相対的なポインターですね。先頭から何バイト離れているかという、まあ、何バイトっていうか、あの、1個の要素のバイトその掛け算だと思うんですけど、あの、あれはポインターです。<laughs> だから、あの、で、ポインターというのはあんまり良くないです。あの、使わない方がいいと思います。 だから、まああの、ポインターが難しいから使わないのではなくて、なるべく使わない方がいいっていう話ですね。で、C++ は使わなくても作れるようにあのできています。参照渡しでしたっけなんか、あの、アンドを使って渡すやつですね。ヌルが許容されないっていうあの渡し方がありますで。それを使った方がいいと思います。まあ、もうひ,ひたすら好きなこと語ってるので、あれですけど。 まあなので、えっと、C++ 使うのがいいと思うんですけど、まあ、で、えー、大事なのは、あの、構造体と、あと私はタイプデフも結構大事だなと思います。タイプデフっていうのは、あまり、ちらっとしか、習ってもチラッとしか触れられないかもしれないですけど、結構あれ、使えるんじゃないかなと私は思ってまして、タイプデフっていうのは、の型の定義ですね。あれをしっかり使うと、とても見通しが良くなるし、あの、何でしょうね、ビルド時に、 えー、使い方の間違いに気づけるんじゃないかなって、ワーニングとか出せば、あのー、意味の違う変数の代入とかに気づけるので、あのビルドする時点でバグに気づけるという、まあ、非常に良い使い方ができるんじゃないかなと思います。まあ、もうそういうのを好きなこと言うだけっていう動画ですけど。ではまああの、ノープランで思いついたことをただ喋るだけの動画でしたけど、えー、以上です。バイバーイ。